ャンネル登録1万人突破記念キシチューブミーティング開催決定。来る12月12日埼玉県加須市にて株式会社石原商事様敷地駐車場をご提供していただきました。皆さんとの最高の思い出の1ページを作り上げたいと思いますのでよろしくお願いいたします。突撃キシチューブ始まりました。はい、ちょっとこっち側から響いてきてる。はい、ということですね。はい、本日も車両紹介いたしますが、今日紹介する人はマジクソやばいね、しんさん。やばいね。やばくない？車両より気になるもん。そうです。何よこんなこと。そうですよね。何かと言いますと、まず、まあ、どういう人かっていうと世界チャンピオンでございます。はい、どんな世界チャンピオンかっていうのは多分見ればわかります。まあすぐわかるね。見ればわかる。本日の車両をまず紹介していきましょう。それがですね、こちらです。ドーン、きたー。しんさん、やばくない？怖い人が乗ってる感じだよ。あー、これは黒でね、めちゃめちゃやばいですよね。怖いよこれ、絡みたくないよ。めちゃくちゃかっこいいっすよ。に性格基礎面ですよね。そうですよね。ということですね、早速ねご紹介したいと思います。本日のオーナーさんです。りょうくんです。どうぞー。うえーい、来た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 。皆さん紹介します。はい、寺島亮君です。よろしくお願いします。世界チャンピオン、これからね。まだ見せないよね。まだ見せない。はい、まだ、はい、まだ見せらんないよね。はい、まだ。そう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 、どんな世界チャンピオンかというのは見せらんないよ。はい、まあちょっといろいろね、まず車両紹介をね、はい、いろいろしてもらいたいと思います。はい、はい、まずですね、すごいですね、やっぱりね。皆さん見てください。まず何がすごいって、はい、このスプリンガーかっこいいっすね。しかもこのスプリンガーめっちゃナローになってますね。そう、細い。何がナローって、皆さん見てくださいこれ。ハンドル、リョウくん、このハンドル超ヤバくない？これヤバいっすね。これ攻めてますよね。この攻め方すごくない？でもまあまあまあって感じですね。まあまあそうなの？ね、硬かったよ。ガッチも硬いし、すごいんですよ。だってこの距離感だからね。早速だけどちょっとまたいで見てよ、リョウくん。怖いな。こんな感じです。このナロやばいよね。狭いですね。僕の肩幅よりは狭いですね。ね、はい、肩幅より狭いよ。こんなに似合うみたいな、そういないよ。いないっすよね。はい、嬉しい。そして、かっこいいと思ってるもんな。思ってるんだ、やっぱり。絶対思ってると思うんだよ。絶対思ってると思うんだよ。ナロやっぱり。そしてこのね、はい、そうですよ、ライトです、ね、ライトはい、このライトももうこれもね、ヘッドライトちっちゃくてね、ちっちゃくして、はい、これいいですよ。はい、皆さん見てください。はい、これね、ここ見ればわかりますよね。ここボコっていうのないからね。エボリューションです。エボです。エボです。エボリューション。これ何年車なんですか？1993年車ですね。1993年のエボリューションですね。はい、このキャブは、はい、見ればわかります。はい、三國さんですね。三國さんといえばね、もうレンタローさんしかいないじゃないですかね。三國レンタローさんですよ。はい、のキャブですね。はい、いや、すいません、なおぜでした。はい、そして SU って書いてあるこのキャブのパーツクリーナーじゃねえ、パーツです。はい、そしてこう見る限り、皆さん見てください、このマフラー。これマフラーどこのやつなんですか？これは、はい、わかんないっす。わかんない。はい、これ切ってもらったやつ。ワンオフ、ワンオフです。でしょでしょ、ワンオフってやつです。これはダメだぞ。見てます、ワンオフ。それいいのか。いいんですよ。チャンネル登録してね。これちなみに、はい、ショップさんってどこなんですか？ジュエルマシーンズっていうところです。はい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 、はい、どこにあるんですか？東京都の品川の方にあるあのマシーンズの、はい、ショップさんでお願いしました。はい、このタンクの、そしたら塗装とか全部そういうのもそうなんですか？そうですね、これが僕がデザインというか、はいはい、僕がこういう風にしてくださいって言ってやってもらいました。はい、このハールとか。めちゃめちゃかっこいいっすよね。こういうこだわりだよね、やっぱりね。自分で文字に、こういう文字にしてくださいみたいな感じでっていうのをやったんですね。入れてもらいました。はい、これ元スプリンガーじゃないの？元はスプリンガーじゃないです。このブレーキだって、これよく見るな、これ。これ多分ジャベルマシン。ジャベルマシン。ジャベルマシン。このショップさんのやつなの？そうです、ショップが入れてるだけですね。ですよね。はい、はい、刻印を入れてくれてます、はい、かなとは思ったんですよ、今パッと。じいさん、いや、綺麗な配線の取り回しだったり、ワイヤー類だって。そうですね、テーブルも綺麗に収まってるよ。すごいよね、だってさ、全然知らないことしない。このさ、このクラッチ、短いじゃん。ね、これうちで握るのどうなの？まあ、これ俗に言う、まあ、筋肉クラッチみたいな感じで、うん、筋肉クラッチ持ってんな。ちょっと握ってみ、握ってみ。普通に握れるんだ。普通に握れるんだもんね。3本で握ってるし、はい、3本。ちょっと俺にもやらせてもらっていい？
いや待って待って待って、あのさ、ちゃちゃちゃ、握力 の, あの鍛えるやつあるじゃないですか、黒いやつでしょ。しんさんやってみて、しんさんそんななんかバカにしてやってるけど、どう硬くない硬くない、やばいね、これ。できるの、これ、これ結構みんな初めて乗った人は、うん、だいたいこの反発に負けて演奏する。だよね、だよね、だよね。これやっぱ、ね、筋肉クラッチなんで。いや、これ僕専用車なんで。だよね、だよね、はい。僕は軽いんですけど、これ。いやいやいや、全然。やっぱり、やっぱり。はい、これ軽そうだもん。軽い、軽い、軽いです。おかしい、おかしい、おかしい。これを1時間半、ね、2時間運転しても全然大丈夫なんですけど。だよね、はい。すごいんだよ。半端じゃない。はい、これすげえかっこいいの。ここだって削ってるもんね。これ全部もう、もう本当このぐらいあったんですかね。そうだよね、そうだよね。もともと、それを全部ぶった切って。そうだよね。はい、ここもすごいおしゃれだね。こうやってくびれがあって長くしました。ここも無理やりここも長くして、うんうんうん、本当は多分インチ数がもっと短いんですけど無理やり長くして、ね、はい、ちょっとまたがってるところを見たいですよね、うん、まあ、もう一回 ね、エンジンもちょっとかけてもらいたい、ね、あ、わかりました。いいわ、これ振り込ますごいね。かっこいいよ、超かっこいいんだよね。ていうかやっぱしんさん、思うんだけど、めちゃめちゃガタイ良くないですか。ちょっとこれ抜いてもらってもいい、これ、うん、見ます、うん、それ僕持ってるから。あ、そうそうそう、きつい抜くのきついっす。肩パスタも全部取ってもらう。これ、これ取れないです、ね、しんさん、これ取れないです。取れないです。もう絶対取れないですね、これ。はい、そうそう、いやいやすごいよ、めちゃめちゃすごいよね。はい、すごいね。ちょっと後ろもちょっとじゃあこんな感じですよ。めちゃめちゃやばいよ。超かっこいいんだけど。ありがとうございます。何の世界チャンピオンかと言いますと、はい、お願いします。メンズフィジークっていう、はい、あのボディービルみたいな競技なんですけど、はい、それの、はい、一応世界チャンピオン、はい、まあ、世界2連覇、アジア2連覇、はい、日本3連覇、はい、で国から、はい、あのスポーツ功労者顕彰っていう賞をいただいてます、はいはい、いやー、はい、半端ないです。あのここにインスタグラムね、こう貼っておきますので、皆さん見ていただいてくれれば、そこに全部書いてありますんでね、はい、めちゃめちゃすごいんですよ。そんな人がさ、はい、結集部って大丈夫なの。いやいや、まあ、僕、まあ、ちょっとちょっと、何言ってんすか、何言ってんすか、よく言ってくださいよ。いや、もういいの、いいの。いや、もう昔から僕、多分ハーレーを全然買う前から、はい、あの岸さんの、はい、もう YouTube を見てて、はい、もうずっと好きで、なんかハーレー本当興味なくても、はい、こういうハーレーの乗り方があるんだみたいな、こういうカスタムがあるんだっていうのをなんか興味があって見てて。そもそもだってハーレー乗るきっかけは何ですか。それがきっかけなの。きっかけはもうほぼそれに近いですね。マジで。なんかやっぱいろんな人がいて、いろんなカスタムがあって、個性あって、なんか男のロマンってやっぱこういうところにあるんだなみたいなのを岸さんを通じてあったんで、きっかけは岸さんかもしれないです。マジでっていう可能性あるぐらい。本当に嬉しいですね。え、これ買ったのはだっていつの。1年経ったぐらいですね。1年前ぐらいですね、はいはい、納車したのが、はい、で免許を取ったのは買って購入してから免許取りました。あ、あるあるだ。まあね、まあ、ある、まあ、あるあるなんだ、はい、免許を取ってから、すごいね、はい、取る前にか。いやいや、本当ね、ありがとうございます。みんな多分見てる人多分めっちゃ気になると思うんですけど、うん、そもそもなんでこの体を鍛えるところにたどり着いたんですか。なんで、もう本当にでも、はい、もう昔からサッカーやってて、その時から鍛えるのが好きで、はいはいはい、で鍛え始め、ちょっとずつやり始めたら、なんかいい体してるなみたいな感じからなんかハマってこうなりましたね。すごいよ、多分ね、これ女性見てる人はもう多分みんな触りたいと思うんだよね。すごい柔らかいんですよ。あ、柔らかい。柔らかい、座ってみてしさん。どう。あ、柔らかい。柔らかいでしょ。やっぱいい筋肉って柔らかいね。腕を触ってる感覚じゃないね。ね。やばくないですか、しんさん。いやー、でもこういう人なんですよ。すごい人にね。こうちょっと出演していただきましたよ、はい、いやいや、そんなもん僕こそ光栄ですもん。いやいや、何言ってますか、本当にありがとうございますよ、はい、車両のね、紹介もいきますよ、これね、はい、バッチリこっち側回ってくると超かっこいいオープンベルト、BDL さんのオープンベルト3インチですね。これはかっこいいっすね、超太いし、これめっちゃかっこいいわ。これいいっすね、うん、でやっぱこのステップも向こうと同じですもんね。そうですね、これもぶった切っちゃってです。あーっ、ね、短っ、やばこれぶった切っちゃいました。足も乗せてもこんな感じですね。いや、ほんとですよね。
乗り切らないですね。いやいや、ハンドルのこのグリップまでギッちゃってるんで、こっちこれ握ってみてください。ほら、いつも運転してる時はこういうスコって、もうこのこういう感じですね。もう余ってる。まあね、世界取ってる、握れるもんね。ますよね。全然高速で動かせます。すごいね。はい、超やばいね。しかもメーターとかもすげえかっこいい、これ。で、ブレーキ、スイッチ、で、こっち側と、これ何のスイッチなんですか？これがセルのエンジンの、はい、はい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 。こっちは？こっちはウインカーっす。はいはい。筋肉ウインカー。筋肉ウインカー。これも優しく、やめてください、やめてください、優しく。いやでもすげえな、いいな、これピンゲルだし、はい、もう配線の取り回しがまず綺麗。そうっすね、ね、本当に綺麗に。これだってさ、アクセルワイヤーとかだってさ、こっち行ってわざと向こう行かせてからこっちに戻ってきてるからね。はい。めちゃめちゃ綺麗っすよ。めちゃめちゃ綺麗っす。クラッチケーブルだってフレームに綺麗。本当ですよね。クラッチケーブルふわーっといって、すごい綺麗。ジュエルマシンさんすごいっすね。いや、めちゃめちゃもう本当綺麗に仕上げてくれてるんで、ね、はい。リョウ君に会いたかったんで、やっちゃったんですよ。僕も本当に、ね、もう会いたかったんで。いやいやいや、ありがとうございます。大会前から本当に僕がしつこく DM 送って。いや本当ね、もうめっちゃ嬉しいですよ。で最初ね、最初インスタグラムでメッセージのやり取りしてたんですけど、うん、インスタ必ずやっぱ見るじゃないですか。うんうん、中入ってって、うん、入ってった時にハーレーにまたがってる写真を見た時に、やべえギャングスター履きたくなった。絶対これギャングスターだと思ったんですよ。死んじゃそうだよ。うわ、怖っと思ったんですよね。やべえ人来ちゃったよと思ったら、世界チャンピオンで、めちゃめちゃ頑張ってる方なんで。はい。やったよ、ね。すごいっすよ。功労者もらってんすよ。功労者ってわかります？わかんない。功労してんだぜ。功労してる賞ですよ。みんなに、まあ、わかりやすく言うと、還元ですよね。まあまあ、そうです、そうですね。そうですね。はい。どうなんですか、じゃあ後で辞書調べてね。あんまそこら辺突っ込まないでもらっていいですか。まあね、岸中楽しみだって、岸君が細いもんね。やっぱりそうっすか、うん、僕もでも普段はこういうイメージなの、いつもイメージそうこういうイメージこういうイメージしてるそのイメージはね、大丈夫ですね。岸中余すことなく紹介できてますね。はい。あ、そして PM PM はでも DM 見ればわかりますね。DM を見れば分かるって言ったらお前いらねえじゃねえか、喋りよ。いや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 、もうね、パフォーマンスマシン PM、 そう PM ね、 PM だよ、みんな PM PM って言います。パフォーマンスマシンって言って誰のお兄ちゃんですよ。じゃないよ。おと、子供がローランドサンズって言ったでしょ。そう、子供さんがローランドサンズですね。はい。皆さん、ご視聴ありがとうございました。今日はですね、寺島亮さんの車両紹介でございました。いやー、皆さんね、ぜひここにバシッと、インスタグラム貼ってありますので。そしてあれですよね、 YouTube も今立ち上げてますよね。つい最近上げましたよ、ね、つい最近 YouTube を開設して。はい、それ何を紹介してるんですか。でも基本的にハーレーというよりはもう筋肉の方に、はい、トレーニングだったり、はい、僕の大会の、はい、こうあれだったりとかを載せている感じなんで。ですよね、はい、めちゃめちゃやばいやつを皆さんに提供しているので、はい、もしトレーニングとかね、はい、あの興味ある方はぜひのチャンネルをぜひ皆さん見てください。見てください。貼っておきますんでね。ありがとうございます、はい、よろしくお願いいたします。そしてキシチューブもですね、引き続きインスタ、ツイッター、フェイスブックやってありますので、皆さんフォローの方お願いします。そしてチャンネル登録、そして高評価もお願いいたします。はい、ということで今日はリオさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた、バイバーイ。